バサは、スペイン・アンダルシア州グラナダ県のムニシピオ。バサの貴婦人バサの名は、ローマ人がつけたバスティに由来するが、この名は明らかに、イベリア人の時代から知られていた。古代には、バステタニア、バステタニアとこの地域が呼ばれていたからである。1971年、イベリア文化の存在を示すバサの貴婦人が、古代バスティのネクロポリスから発掘された。ローマ時代のバスティは、 ヒスパニアタル・ダ・コネンシスに属する商業中心地だった。306年には、キリスト教の司教座が置かれ、サンマクシモ教会は、西元王国時代にも聖堂が置かれた伝統的な位置を占めていた。アラブ支配時代には、聖堂はモスクに変えられた。都市の名も変えられ、メティナ・バスチャ、または、バッツと呼ばれていた。やがて大使国が乱立するようになると、 ムルシアの大使国との国境の地となった。グラナダ王国時代は人口5万人を抱える王国の主要都市であった。1489年7ヶ月もの頑強な抵抗の末、バサはカスティーリャ城をイサベルに降伏した。サービス業が主体となっている。農業では大麦、オリーブ、アーモンドが栽培されている。食肉や 食肉加工品製造も盛んで県外へ運ばれている。ありがとうございます。